こんばんは、ジェリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちら私から直接返信をさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日はですね、これは絶対に脈あり、見逃してはいけないサインとはというお話をさせていただきたいと思います。で、本当に女性っていうのはすごくあなたのことを好きですよとか気に入ってますよとか、もっと話がしたいですよっていうサインをちょこちょこやってるんですよね。だけど男性はそのサインに気づかずね、せっかく女性がサインを出しているのに、見逃してしまい、うまくいかなくなっちゃうことってめちゃくちゃ多かったりするんですよ。だとね、本当にもったいないカップルってね、それをね、見逃さなかったら、いいカップルがもっともっと登場するんじゃないかなって思いますので、今日はそれを3つお話しさせていただきたいなと思います。まず1つ目、分かりやすいんですけど、これはね、女性から連絡が来る、これはですね、脈があるってことなんですよ。常に女性から連絡が来たりとか、例えばあなたで終わって、女性で終わってね、 LINE がね、あなたが返信します、女性で終わる、もう一度女性から送るみたいな感じね、これが続いてたりとかすると、あなたに脈があるよっていうサインです。なのでね、女性はもう早くあなたから返信来ないかな、来てないけど、もう一回新しい内容だったらいいかなって思って送ったりするんですよ。なので女性から、LINE がね、来るっていうのは脈がありますよっていうサイン、ね、男性もなんか誘われてないしみたいに思う人いるかもしれないけど、女性は基本的に誘ってほしいんですよ。なので女性からそうやってたくさん LINE が来たりとかする場合は、あなたに脈があるっていうサインだと思いますので、絶対に皆さん見逃さないようにしてあげてください。そして2つ目はですね、感情表現が細かいっていうところですね。で、これはね、女性向けの婚活塾の先生がね、結構教えてたりすることで、女性ってすごくやっぱり婚活っていうものに対して、意欲的というか、男性よりも積極的というか、本もたくさん出てますし、婚活塾の先生とかもいっぱいいるんですよ、男性に比べてね。もっともっといっぱいいる。そういう先生たちが実際に教えていることで、なので本気度が高い人ほどこれやってます。で、これは女性が教えられていることなので、やってる人が多いので、見逃さないようにしてあげてほしいんですね。どういうことかというと、例えば、ご飯を食べに行った時に、何々くんの、選んでくれた、このお店のエビがめちゃくちゃ美味しかったとかね、そういう風に細かく、感情表現を出していく。嬉しい、楽しいとかももちろんね、脈があるサインの一つではあるんだけれども、それがより細かい、こうこうこうしてくれてすごく嬉しかったとか、こういう風にしてくれるのがめちゃくちゃ楽しかったとか、そういう風に細かい表現をしているっていう場合は、あなたに脈があるというサインなので、ここで一番見逃しそうだから見逃さないようにしてください。女性はね、そういうところで一生懸命自分をアピールしてるんですよ。なのでそれを見逃されちゃうと、私こんなにアピールしたのに全然反応してくれないし、あんまり誘ってくれないから、私のことあんまり好きじゃないのかな、諦めた方がいいのかなっていう風に思っちゃうんですよ。もったいないでしょ。だからあなたがぜひね、気づいてあげて、女性を誘ってあげるといいと思います。てか誘ってあげてください。そして3つ目、これも超わかりやすいけど、女性から誘うですってね、このね、女性から誘っていることに気づかない男性ってめちゃめちゃ多いんですよ。例えば女性から誘うっていうのは、誘わせるの方が近いと思います。だから、例えば、じゃああなたにね、何々くんに、すごい、どこどこ行けたら嬉しいなとか、何々で、なんか、一緒にご飯行きたいなとか、そういうお願いみたいな、その、お誘い、それってね、あなたに誘ってっていう、こう、ジャブ打ちなんですよ。なんかこれね、ここ行きたいな、行けたら嬉しいなって言って、じゃあ行こうよ、待ち。なんだけど、せっかくこう、ね、投げても、あなた
たがこうやってねこうやって避けて避けてってされると、私こんなに一生懸命ね誘い水出したのに全然受け取ってくれない、いや私のことやっぱり好きじゃないんだ、じゃあ違う人行こうかな、諦めようっていう風に思われちゃう場合があるんですね。めちゃくちゃもったいないでしょ。だから女性がそういう風に誰々くんとどこどこ行きたいなとか、行けたら嬉しいなみたいなことって半分誘ってるんですよ。なのでそれもね絶対に見逃さないようにしてあげてください。もったいないから。はい、じゃあおさらいしますね。まず一つ目、女性から連絡が来る。そして二つ目、女性の感情表現が細かいですね。そして三つ目、女性から誘い水を出すですね。この三つはね、女性は結構ね、まあ男性ももちろん勇気を振り絞ってるとは思うんだけど、もっともっと女性の方がね、自分から誘うということに関して、まあ肉食女子もいるけどね、すごくパワーがいたりすることなので、ぜひね、見逃さないで気づいてあげてください。これは本当にお願いします。はい。ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンの友達を募集してます。私からね、LINE 直接返信をさせていただいてますので、ぜひぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。